駅攻略第35弾。今回は2020年12月現在の京王線のダイヤについて、その特徴の一つ、1時間あたり30本の列車が発車する様子をホームから見てみたいと思います。このチャンネルでは元駅員のアゼロがノンキルのナレーションとともに、駅での便利な乗り換え方法やトリビア、旅行の様子などを週1本程度不定期にお届けしますので、お見逃しのないようぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ここは京王線の明大前駅。複線かつ20メートル車8両編成以上の路線では、日本で最高頻度の運転本数である1時間あたり30本の列車が発車する様子を見ることができる駅となります。京王線は1時間あたり27本が最大ではと思われた方、お詳しいですね。しかし1時間あたり30本の発車が見られるのは上り方面の話ではなく下り方面、それも平日の朝9時台、明大前駅のみとなります。明大前駅平日朝9時の下り方面の時刻表を見てみましょう。特筆すべきは1分差発車が6回もあることです。同一ホームから8から10両編成の列車を連続して発車させる場合、基本的には2分差を限度としている路線がほとんどの中、この1分差6回というのは驚異的です。100年前の路面電車時代の仕組みのまま走っているのではと思われるかもしれませんが、運転士や駅員の力量は言うまでもなく、ラッシュ時過ぎの下り方向は乗降に時間がかからないことや、保安装置の改良によって実現が可能となっているのだと思われます。明大前駅には全ての列車が停車します。駅に停車している列車のすぐ後ろで後続の列車が待機する団子運転というのが名物となっています。ちょうどその名物が見れそうなので見てみましょう。後続の列車は速度を落としながら距離を詰めていきます。駅のすぐ手前、約10メートルの位置まで詰めることができるようになっています。後続の列車の先頭からは前方の列車の車内の様子が見えるほどです。前方の列車が明大前駅を発車しました。詳細を省きますが、閉塞区間を抜けると後続の列車は速度を上げることができるようになります。なお残念ながら京王線が高架化されても1時間あたり30本の限度は変わりません。しかし明大前駅や千歳烏山駅は線路を2本から4本に増やして交互に発車させて、停車時間を長く取ったり遅延時の遅れ回復などに効果が期待できるようになります。それでは名物も見物したところで1時間30本運転を見てみましょう。明大前駅の下りホームで撮影しました。最初は8倍速、続いて32倍速でご覧ください。
の列車は定刻通りの運転でした。また遅れが回復していく様子も見ることができましたね。当チャンネルでは東海道新幹線品川駅でののぞみ12本ダイヤの様子も動画にしています。こちらも超高密度での発車でした。興味が終わりでしたらご覧ください。今回は京王線高架化前の超高密度ダイヤをお届けしました。ご視聴ありがとうございました。上部に停まります。停車駅にご注意ください。